はい、どうも、こんばんは。第20回ですね。はい、で、20回ってことで、前回ね、飛ばしちゃったボスに行きたいと思います。クローンゼロの次ってことで、オリジナルゼロですね。はい、行きましょう。うん。まあ、今日もボスはサクッとやるんですが、クローンゼロのステージか。はい。まあ、この後何するかまだ考えてないんでね、それ適当に。終わってから考えます。なんかね、クローンゼロじゃないか、オリジナルゼロの声が小さすぎて全然わかんないんですよね。まず投げ、まあボスは毎回同じし、投げは同じと、通常技もちょっと見ると、ね、さっきやったんですけど、ジャンプ攻撃がね ABCD ぶっ飛ばし全部同じモーションなんですね、これね。しゃがみはいろいろあるんですね。地上技いろいろありますけど、まあいいか。まあ、ね、特殊技とかはね同じですね。クローンゼロとね、立ちぶっ飛ばしのモーションは違いますけどね。はい。でここからストライカー、クゼリット、はい、ディフォンレイジ、まあ、これは追い違っていきます。繋がったりはしないね。はい、次グルガン、これも浮かせ技か。これは一番発生が早いのかな。追い打ちできないか、これ追い打ちできますね。これグルガンとクリザレット一緒に呼んだりはできないですね。画面内に一人しか出せませんで、ロン、はい、早いね、ロン。これガードクラッシュでしたっけね。まあ別にいいけどね、こんなんじゃ真面目にならなくてもね。はい、次、まあこの辺はクローゼロと同じかな。はい、一応スパキャンとかもやりますかね。まあ消費が同じなので、波動パンチの技からスパキャンで調理が出せます、一応ね。クローンゼロより攻撃力高いかなという感じですか。そんな気がしますね。クローンゼロではスパキャンも何もしなかったんですけどね。で、ビャクラメッシュオーリーのかな、これ。まあ、クローンゼロの時にコメントでね、ダメージ低すぎるけど、何でも判定だからね、こんくらい低くないとやばいって書いてあったんですけど、オリジナルゼロの方、何でも判定ですらないんですね。何でも判定ですらなくて、このダメージと。もう、どうしようもねえな。ね。まあ、クローンゼロよりちょっとダメージ高いんですけど、それでもやっぱ弱いだろうと。ね、よいしょ。よいしょ。ダメだ、俺は。つながってね。強パンの方は、最後の一発当てないといかないのか。ほい、最後の一発当てんとスパキャンができない。じゃあつながらないと。はい、マックス版ビャクラメッシュ、これは、まあ、これも何でも判定じゃないんだね。ないです。ダメージは、マクロゼロと比べたらだいぶ高いかな。こっからじゃ間に合わねえな。ほい。カス当たりになる。まあ、いっか。んで、マックス2。極性冥界人でいいのかな、極性かな。これは、どんな技だ。パンチ。ボディブローから入る。ほい。はデュフォンレイジーからつながるかな。ほい、ちょっと遅いな。すごい遅いぞ。つながんねえのかな。つながんないっすね。ロン、おう、なんか魂が抜けたぞ。演出長え。
演出長すぎだろこれ。まあいいけど、なんか繋がる方向ないかな。ほい、倒れちゃった。なんかないかな。なさそうだな。あ、これか。あれ、ロンから入ったぞ。ロンは、追撃判定残ってるのか。てか、オリジナルゼロの声がキモいんだよな。まあ、ガードさせといて、ロンを呼んで、ほい、ミスター。ほら。まあ、これで確実に入ると。はい、じゃあ、オリゼロ終了。さて、6分かな。こっから何しようか。とりあえずチャレンジいきます、まずはね。チャレンジ1個やっとこう。はい。さて、残り、8個ですね。このジョンのやつがね、だいぶ難しそうなんでね。これはちょっと後回しだな。ボスすべて倒せ。これも多分難しい。ちゃんの倍数の時しか。中段を見切れ。中段を見切ればいけそうな気もするけどな。イオリのやつも、まあ、コンボのレシピが分かってりゃいけるだろうな。荒神5回か。ちょっとイオリのやつ挑戦してみようかな。コンボ系？あ、でもコンボ系ばっかやってるのもあれなんで。ちょっと中段見切れね、やってみたいと思います。お、ひなこ。これ、自分のキャラランダムな意味はあんのこれ。あ、これ立っちゃダメなんだな。技が出てから、こう、ガードすると。なるほど。中段以外の技やってくんのか、これ。おう、早いね。反射神経の勝負だな、これ。よし。じゃあまたちょっと質問答えていきますか、この間に。ちょっと待った。質問読んでるんだよ、まだ俺は。なんだっけ、これに、2002アンリミテッドについてた特典のね、コンボムービーを見ましたかと。ね、一応見ましたね、一回だけですけど。やっぱね、なんか、なんだっけな、普通の基本コンボみたいなのとマニアックコンボみたいなのがあって、マニアックコンボみたいなやつはね、もうめちゃめちゃレベル高いですね。あれはできないです、はっきり言って。できないし、キャラ限定とかね、場所限定とかね、そんなのばっかりでね、まあ実戦で使えるコンボではないですね、あれはね。まあ俺も実戦で使えるようなコンボじゃないのをいつかやってますけど、違う。はぁ、ええな。これはパッドでやった方がいい気がすんな。まあ、スティックでやりますけど、おう、いきなり来た。リオーナ、まあ、早いよね、これ。じゃあ、次の質問。おう、今、一回立ったのに、またしゃがんじゃったよ、俺。墓標っていうサイト見たことありますかと。ね、墓標はね、有名なサイトですね。結構昔からあってね。おう、ガードできなかった。まあ、KOF ファンサイトみたいなもんですけど、相当昔からありますよね、あれはね。もちろん見たことあります。だいぶ前ですけどね。おいおい、一回もデッキカードできてねえな。まずいぞ、これは、ちょっと。はい。なんか、なんだっけな。なんか、墓標の美形会議っていうのがあって、あれはなんか、SNK、なんだっけな、なんかのゲームの特典ディスクかなんかについたんでしたっけ、なんかね。ね、SNK 公認の値段になってる、なってるんですよね。はい、じゃあ次、マキシマムインパクトでは誰を使ってますかと。これ、量、ちょっともう量にボコボコにされてるけど、お、タグマ。ダメでした。マキシマムインパクトで誰を使ってましたかと。まあこれはもちろんマキシマとセスは使いますね。マキシマセス。あとは、なんだろうな。なんか使ったかな。よし。喋らなければガードできるっていうね。
っと無言になっちゃうのもあれなんで、次は誰だ、次はキムか。キムも早いな、全くダメだな。まあ一応攻略サイトにはね、こう必殺スタートボタン連打っていうね、っていうのもありましたけどね、全部これでやるのも どうかなと思うんですけど、まあどうしようもなかったらこれでいきます。パオ、ダメだな、やるかね。まあもうずっとこんなグダグダな状態で質問答えるだけっていうのもあれなんで、クリアな、おーし、これでいくぜ。まあ、これでやっても確実にね、成功するってわけじゃないですからね。スタートをスタイミングがあれなんで。はいはいと。まあ、これでいけばまあまあ勝てる。まあ簡単にクリアできるだろうけど。さて、それより次何するか考えないとな。ちょっとぐらいコンピュータ戦もやりますか。ねえ、ダイジェストっぽい感じで。おぉ、ちょっと、楽勝だな、やっぱな。最後誰だ、最後。バイスだっけ？はい。お、バイスね。はいはい。フォクシーだ。はいと。ちなみに俺、フォクシーはね、2001じゃ、もう、ほとんど使ってませんでしたんで、わかんないです、全然。ね、ヒナコも全然わかんないです。はい。もうね、なんか、うちの地元のゲーセンではね、もうフォクシーを選んだ瞬間にもう台を蹴られたりとかね、そんなことは日常茶飯事でしたんでね、もうフォクシーとかそういうのは俺はもう最初から選ばなかったです、ね。まあ、2000の時もストライカーのジョーとかね、選んだ瞬間にもう台蹴られたりとか、こうなんだ、後ろで見てるギャラリーがね、こう首引っ張ったりとかね、この服の襟のところね、掴んで引っ張ったりとかね。もうリアルファイトも日常茶飯事でしたんでね。いや、あの頃は治安悪かったですね、本当にね。一番すさんでた頃ですね。じゃあどうしよっかな。ちょっとだけストーリーやるかな。どうすっかな。ちょっと一旦区切って考えます。はい、すいません。コメントでいくつかね、マキシマをね、まあ早くやってくれと。いうのはまあたびたびあるんですが、ちょっとね、まあ、少しずつネタを貯めててね、まあこれはだいぶ取り終わるまでに時間かかるだろうという感じなんですね。で、まあちょっとだけね、今どんな感じで撮ってるかっていうのをまあちらっとね紹介しようと思います。はい、じゃあこんな感じです。ね、まあ、ガードポイントをいろいろやってるわけですけども、これはね、以前ね、前の時だっけな、何回、ちょっと言いましたけど、ガードポイント、ね、消費とマックス消費とマックス取れるかどうか全部検証したと、ね。で、まあ、その時の検証結果は、Excel でね、まとめてね、表にしたんですけどね、ハードディスクがぶっ飛んでね、全部消えちゃったんですよね。で、それは今回また、ね、新たに取り直そうと、作り直そうというわけですね。はい。まぁ、ちょっと、ストーリーやりながらじゃあ喋りますか。シングルでいこうね。やっぱね、チームだと時間かかるってことで、シングルの、どうなってたっけ、ワンマッチになってたからな。ランダムでやります。はい。ジョー。あんまりね、コンピュータ戦やりたくない理由はね、もう一つね、まだ紹介してないキャラがどんどん出てきちゃうからっていうのがね、あるんですよね。はい。まあまあまあ適当に、シングルならね、時間内に終わりですよね。まあ、俺が一番使ってないガルコチームっていうわけですけどね。スラッシュキックとタイガーキックがね、エフェクトがついてますね。はい。うわーって有利の声変わったんですね。早いな、これすぐ終わるな。いやん。でもねえぜ。ね、ラモン対ジョーだとね、勝った時にね、
特集でもありますよね。おお、アンヘルのカラーが、アンヘル様のヨーヨー、似てないかな。ボタン間違えた。アンヒルはね、俺対戦じゃ全く使えないですから、本当に同じことしかできないですから。今なんで俺表に回ったのかわけわかんない。あれやってみようかな。おう、グラ投げかと思った。おうおう、やべやべ、死ぬ死ぬ、な、遊んでる暇ない。ほい、オッケー。コンピューターはね、立ちガードしゃがみガードとかあんま切り替えないんでね。まあ、からコンピューターだから今ぶっ放したのわけですけど、対人戦だったらあんな危険なことはしないですね。セリフがギリギリだな、これはな。で、あ、今回ダイモンめちゃめちゃ強いみたいですね。ゲーニツ出てきちゃった、ゲーニツ。すごい色だな。いい趣味してますね。ゲイニッツさんはジャンプが低いんだよね、ゲイニッツってね。おう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 、コマンドもわかんない。そこですか、そこですか、はい、ヨガか、はい、そこですか。チャンってそこですか。画面端でも当たんじゃない。当たりはしないか、まあ、身動きは取れなくなる。なんだっけな、 SVC かなんかのゲイニッツで、俺ね SVC ヒューゴを使ってたんですけど、ヒューゴ画面端と端でそこですかがね、立ってると当たらないけどしゃがむと当たるっていう状態でね、もうあれだけで固められるっていう非常に厳しいね。もう隙間を縫ってモンスターラリアットで突っ込むしかないというね。え、まあいいや。SBC 俺ヒューゴとマーズピープル使いでしたね。マーズピー使ってましたね。いいね、かっこいいね、ゲンリッツね。ゲンリッツってクラークと同じ声だっけね。昔はクラークとチャンも同じ声だったんだよね。変わったらと思うけど。ザッキーさん来ました。近い近い。近い近い。デッドラインよって言われて、デッドラインのもう内側に立ってましたね、もう。山崎もう死んでるっていう感じですかね。山崎はたまには使ったかな。当たれ当たれ。今んとこなんだっけ、お、あ、なんか新技が出た。新技出ましたね。これか、新技ですね。ボディブロー。今俺しゃがみ弱パンキャンセルドリルをやろうとしたらあれが出た。なんかすげえな、ぴっちりしてんな。あら、もうあれか、乱入キャラか。誰だ、多分アンヘルだな。あ、違った、ホクシーか。あ、これ誰だ、今日1か2のどっちか。これ99はね、やっぱマキシマに目覚めた頃だったのでね、今日なんか使ってなかったです。なんで技がわからないです。あ、こいつはこれがあるやつか。ほい、当たった。こいつのはできるんですよね。草薙のはできないんですけどね。どんな技があるのかわかんないし、全然今日1、今日2は。75式はあんのか。で、鬼焼きがない。鬼焼きはないね。琴月っぽいのがある。琴月ではないね。どんな技があるのかわからないな。あ、昇竜拳でおぼろ車か。はいはい。正気。フォクシーはアテナと同じ声なんですよね。クライアレ、あとは何があんだ。クライ、おーおーおお、なんか出た。すごいパワーウェーブやるか。ちょっと新技紹介してないキャラの新技がどんどん出ちゃってますけど、まあたまにはいいよね、こういうのもね。お試し版ということでね。今すぐお家に帰って寝てな。まだボスじゃないよな。もう一チームくらいあるよね。あ、シェルミだ。シェルミは一応使ってましたよ、俺はね。はい、はい。はい、はい、はい、と。の。使ってたっつっても、まあ、そんなやり込んでたわけじゃないですけど。おう、おう。
今回前ビッカー1ヒット技になったんですよね。それは一応知ってます。こういうのがね、こういうのができますね。ほら、ブリザード、青春ブリザードとかね、このシェルに突然こう2002からマイナープロレスキャラになりましたよね。F カップ2とか、そう、F カップ2とか俺さっきっていうか前にちょっとだけ やったんですけども、ね、F カップがパワーアップしてる。なんだこいつ暴れすぎだろ。F カップの判定がパワーアップしてましたね。いろんな技取れるようになってましたよ。まあいいや、そりゃ。どっちにしろ決まらない。必殺技は取れない。死ぬ。危ない、死ぬ。時間が。死んだ。ちょっと待って。やばい。コンティニューします。ちょっと遊んでたら死んだわ。そんな時間どんくらいだ？まだ大丈夫だな。はい。ね、メントリー。こんなんじゃ名前を残せないですよ。コンティニュー画面初めて見た俺。フライネスマッチ。これも小野大輔の声なのか。おお、サービスあるね。家庭版のみなのにあるね。ノーサービス。男は黙ってノーサービスだな。よし。で、キャラはランダムでいいです。はい。またジョーかよ。どういうことだよ。ランダム一発目はジョーなのか。はいはいはい。なんかいろいろ倒したいな。ああ、そうです。これ、ラウンド、あ、そう、スラッシュキックカウンターでワイヤーになったんだな。そう、滑りダウンになったんで、今日だけね、ワイヤーですね。はい。なんだっけ、なんかやろうとしたんだろうな。トレーニングモードをやってて発見したコンボ。失敗した。ほらほら、これが繋がる、っぽい。ね。まあ、それ以前何が繋がらないのかとか言ってないんでね。だからね、何が何だか分からないと思いますけども。もうボスだろう。コンティニューしちゃったんで、オメガルガールは出ないです。超飛で KO すると、誰だっけ。オリジナルゼロかな。あ、クロンゼロかな。クロンゼロですね。アレオナだ。はいはいはい。もうね、コメントいろいろいただいてね、暴走コンボもだいぶね、できるようになりましたよ。ほい、暴走コンボ狙っていくぞ。体力マックスからだけど。失敗した。ドカーンと。ほい、なんか分かりやすい技、これ。甘いわ、ほい。あっと、こっちは相変わらずに切りづらい。手は当たらないけど。来ないな。コンピューターのレベル低いからかな。まあコンピューターのレベル低いんですよ。そういえばね、忘れてました。上げるの、上げときゃよかったな。ああ、ちょっと準備できてなかったわ。もう一回お願いします。お願いします。ダメでした。やっぱ一つのコンボ狙い続けてんと負けるな。渋いね。羅生半。エメントリーはいいって。もう、ジョーはやめてくれよ、ジョーは。ジョーじゃなければ何でもいいから。おいや。ミップか。ミップね。まあ、いいか。使ってはいなかったけど。黒ウィップ。おう、それをやってくれよ。あら、変なった。まあこれくらいしかできないんですけどね、俺もね。おう、カウンターヒット。今回は、相模エラを打ちていきます。わかんない。違う。多分、これで、これは入んない。ね、これは入んないでやめておきます。ゲージ溜めもできないか。あ、一ドットずつくらい溜まってる。もうちょっと溜まれ。オッケー。ちょっと待って、コマンド。
下道側のコマンド変わってるはずなんで、はい。ほい。早いね。早くなったね。はい、下道側と。はいはいはい。リップさんね。デッドラインが超えられなかったよね。山崎が思いっきり踏み越えてたけどね。はい。じゃあ、時間的にこんなとこで、いいっすかね。今回もなんかね、走るエンディング復活ですね。いつでしたかね、みんな走るエンディングありましたよね。こういうの結構好きですけどね、ギャグの。完全にギャグのエンディングもありましたよね。なんかランダムでいろんな小ネタみたいなのを挟むやつ。よし、じゃあ、第20回ありがとうございました。また次回はまた投票でね。はい、失礼します。